紙のトイックが廃止ということになりまして、最後の開封でございます。悲しいかな。最後とか334回336回338回、紙で正答率を見せるのも最後ですよ。満点取れば殿堂入りとかどっかで飾りましょうか。最後としてもし満点いってなければやぶしてるってことですね。はい、始まりました、もちつチャンネル。さあ、いよいよやってきました最終回でございます。はい、紙のトイックが廃止ということになりまして、最後の開封でございます。はい、これがもう二度とないわけですよ。いやー、悲しいかな、悲しいかなってわけですね。はい、11月で廃止ですね。2023年11月で紙は廃止ということですので、もうこれで最後だから334回336回338回かなのトイックでついに完結というかですね、はい、もう紙のスコアシートはなしということですね。今までいろいろね敷き詰めたりとかしましたけども、もうそれもできないですし、で満点いかなかったらその破り捨てるっていう、その破り捨てる儀式ももう最後でございます。わかりません、最後言ってたのかね。言っていたら一番最後の紙を取っておくことができる、残しておくことができる。もし満点いってなければ破り捨てるってことですね。まあすっげー難しかった回ですよね。はい、まあ12月もめちゃめちゃ難しかったけどね。340回も難しかったけど、338回相当難しかったね。はい、ではそれぞれ見ていきますか。はい、まあもう338以外はね知ってるんで。はい、ただこの紙をねこうお披露目するっていうのもね最後でございますから、なんでまあだから338回こちら取っておきます。はい、ああ昨日紹介したトレーニングじゃないですか。はいね、この本ね、はい、昨日の動画でやばい参考書として紹介しますね。はい、これが336かな、公式10が CM ですね。これ334かな、これも公式10が CM だ。ではまず334回から、はい、334回の結果はこうです。はい、満点ということですね。はい、これが108回目かな、はい、の満点ですかね。で、アビリティーズメジャーと正答率ですね。はい、紙で正答率を見せるのも最後ですよ。こうですね。はい、リスニングの方が100、100、100、98、100で、リーディングの方が100、100、100、100、100ということで、リーディング全問正解で、リスニングは1問ミスということですね。で、トイックっていうのは別に全問正解しなくても出るんです。はい、満点が。そうなんですよ。そして続いてが336回ですね。336回の結果はこれ。はい、こちらも満点でございます。はい。そう、この回はね、思い出深かったですよ。そう、10月2回あったから、10月1日と10月29年。10月1日の方は1問ミスで、10月29日の方はどうだったのか。はい、まずリスニング100100100100100、はい、全問正解。そしてリーディングが、はい、100100100100ということで、はい、完璧の全問正解ですね。はい、全問正解の満点です。200問取ったってやつですね。はい、ということで109回目の満点ですか。はい、ということで108回目は1問ミスで、109回目は全問正解。やっぱリーディングで全問正解するって相当大変ですから、めちゃめちゃ難しいんですよ。さあ、そんな中ですね。はい、いよいよ最後でございます。11月見ましょう。338回、一番最後のトイック公開テスト紙結果でございます。満点取れば殿堂入りとかどっかで飾りましょうか、最後として。で、満点じゃなかったら問答無用で最後であっても破ります。はい、トイックをずっと受けてきた最後の紙ですの結果はこう、975。ああ、いてててぶつけた。ああ、いてててぶつけた。975か。あらら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 ら、ということでございました。はい、一番最後は満点いってない。いい、そうなの。まあ難かったけどね。さあ、じゃあ正答率見てみましょう。はい、正答率はこちら。まずリスニング、はい、100100100 98100、あ、なんかさっきやったのと同じだね。1問ミスですね。そしてリーディングは、満点取れなかったリーディングはこちら、
あ、結構穴がある。95、95、94、100、100。あー、じゃあ全部パート7だ。で、これはじゃあ3つ間違ったのかっていうの分かんないんですよ。なので複数に関わってくる問題っていうのがあるので、どれがどうね、お互いに関わってるか分かんないんで、はい、そうか。じゃあいよいよ最後ですね。一番最後破る儀式やりたいと思います。はい、これも最後ですね。もう紙ないわけですからやりたいと思います。はい、ね、これなんか言われたもん ね、なんでこんな破るんだっつってね。いいだろ別に自分のだからとかって、ね、コメント欄が揉めたりしたこともありました。はい、まあね、なんかほら他の人が取りたいと思ってるんだしとかっていうのもあったけど、なんかほら貴重なカードを破るとかだったらわかるけど、自分の他の人の手に入るものではないしね。ということで最後でございました。はい、悲しい最後のお別れでございます。でなんかね、コメントに来てたのは、別に紙は取り寄せればできるんですよみたいなね、お金払って。そう、普段はもう来ないけど、で自動的に送られてくることはないけど、一応お金払えばもらえるってことなんですけど、でも満点じゃなかったらさ、わざわざ取り寄せないじゃないですか。満点ミスした、よし取り寄せよ、ビリビリ、意味わかんないですね。だからやらないんで。でまあアビリティズメジャート自体はもうオンラインで見れると。はい、それで見ることができるので、そう、今までは紙じゃなきゃ見れなかったんでね、ですけども、今年から紙で見るだけじゃなくてオンラインでデータとして見ることできますので、はい、正答率も見れるということです。あ、まあ正答率に関してはね、絶対私の動画見ておいてください。はい、ということでございました。悲しい最後という最後の儀式でした。破る儀式が終了いたしました。長かったですね。いやー、110回目にはならなかったですけど、多くの紙を破ってきました。ありがとうございました。今回で最終回でございます。はい、もう破るなとかでね、荒れることもないでしょう。そう、デジタルのだからって言って iPad で見せて、 iPad をじゃあぶっ叩きますみたいなやったらね、そう、 iPad を壊してくださいってね、いっぱい来てたのにさ、で いざやったらめっちゃ燃えるっていうね、なんてことすんだみたいになってましたけどねはい、ということでした。まあこれからね、他の人たちの結果を見ながらいろいろとやっていくと思いますので、そうですね、メンバーの皆さん、久しぶりにちょっと受けてるんですか、タワートイックどうなんですか。まあ新たなね、メンバーさんももうお披露目されましたけども、はい、そちらの方もやっていきますんで、950点目標のね、方が出てきますので、はい、そちらやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。最後でございます。はい、本当に。でまあ本当に難しくなってるよ今のトイック、めちゃむずい。前回の12月もめっちゃ難かった。もう本当大変だと思いますが、頑張ってください皆さん。はい、一緒に頑張っていきましょう。これからもね、はい、受けていきます。来年もね、2024年も受験していきますので、一緒に頑張っていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 いっぱいコメントちょうだい。なんか落ちてきた、どこにあったの。 Thank you for watching。 コメントください。はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちらトイック800点、英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。